皆さんこんにちは、 J ボーイ明石店です。本日ご紹介させていただきますお車は平成23年式のエブリーワゴンですね。はい、それでは外観の方から見ていきたいと思います。まずお色がパールホワイトになってます。はい、で、アルミホイールはついてないですね。で、グレードは確か JP のターボですね。ターボ車ですね。はい、目立った傷は特段ないんですけども、まあ、ちょっと今水荒れしたって水ついてるんですけど、こういったドアノブの縁のところですね、爪がこう当たったような跡が、若干この辺りもうっすらとあるんですけど、まあ、この辺り磨けばスッと消えるかなと思います。はい、で、ハイルーフですね。ルーフは、はいですね。後ろも特段目立った傷はないですね。そうですね、特にないですね。はい、左側ですね、回ってきまして、こちらの方にも特段目立った傷はないですね。はい、ありましたね。フロントバンパーですね、こちらバンパーがちょっと歪んでるような感じですね。おそらく一度まあこの辺りコツンと当てた時に、この後ろに、ステーかなんかねあるんだと思うんですけど、そこでこうグッとこう押されたような状態になってますね。はい、で、その時の傷がこれですかね。これぐらいですね、傷といえば。はい、感じですね。セダン内装の方行きたいと思います。まず鍵ですね。鍵の方はキーレスエントリーですね。はい、それではエンジンかけていきます。距離が 48,023 キロですね。はい、まあ大方5万キロっていうところですね。で、こちらですね、モニターオーディオですね、あの DVD とか見れるやつですね、なってますね。ナビではないですね、これはね。はい、で、エアコンとリアのこれは送風ですかね、ただのね。はい、って感じですね。で、前の席も後ろの席もこちらパワーウィンドウついてます。はい、で、内装の方なんですけども、まあ特段何か汚れてるとかっていうのはないと思うんですけどね。ああ、ここですね。一箇所、ここに、ちょっとした傷ありますね。はい。とまあ、まあ、5万キロ近く走ってますんで、フロアマットの方、若干使用感、出ております。はい、まあまあ、全体的に綺麗な方じゃないかなと思いますけどね。はい、2列目ですね。こちらのシートは、バンタイプと同じように、こう、ここに、入れることできますんでね。はい、で、2列目のフロアマット、こちらはほとんど使用感ないですね。はい、綺麗なもんですね。まあ、内装もまだ掃除とかしてないんですけどね、元が結構綺麗ですね。はい、で、ラゲッジスペースですね、こちらの方も、まあ、特段この若干この辺り薄こちらとありますけど、これは消えるものですね。うん、まあまあこんな感じですね。はい、で、助手席側ですね、まあ、こちらも特段、何か、汚れがついてるとかはないですね。はい、で、助手席側ですね、こちらも綺麗ですね。はい、ただまあ助手席は若干フロアマット、まあ使用感はちょっとありますね。はい、感じですね。で、あ、エンジンルームがね、これこの手の車全部そうなんですけど、座席の下になってますんで一応見ときましょう。こちらですね。はい、運転席のシートもこのように跳ね上げれますんでね。特にまあ今の時期で言いますと、まあ、こうお尻の下が座ってたらちょっと暖かいような気がしますね。まあ、エンジンが近いからでしょうね。
ちょっと、ボンネットですね、こちらウィンドウォッシャーとかそういったものですね。ウィンドウォッシャーですね。でラジエーターですね。で、こちら冷却水のタンクですかね。はい、まあ、こんな感じですね。で、コーションプレートですね。コーションプレートは運転席のドアのピラーですね。こちら、ですね。Z7T パールホワイトですね。はい。はい。こちらの車両ですね。気になられた方は直接お店の方までお電話いただくか、カセンさんの方よりお問い合わせいただければと思います。当社の電話番号ですね。こちらですね。078-939-3070 です。はい、J ボーイ明石店と申しますので、はい、お願いいたします。